キャットジンガーノは、アメリカ合衆国の女性総合格闘家。ミネソタ州、ウィノナ出身。アライアンス MMA 所属。キャットジンガーの友表記される。ベラトは世界女子フェザー級ランキング3位。キャシリー・デボラ・アルバートとして、生を受けた。12歳でレスリングを習い始めて、大学時代には、オールアメリカンに4度選出され、全米王者にも輝く。2007年には、 ブラジリアン柔術をはじめ、2010年には、ブラジル人柔術家のマウリシオ・ジンガノと国際結婚をした。アマチュアの戦績3勝1敗で、プロへ転校。2008年6月13日、プロデビュー戦を腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。2010年1月30日、バーブ・ホンチャックと対戦し、判定勝ち。2010年12月10日、カリーナ・ダムと対戦し、 tk o 勝ち。2011年5月14日、ハシタカヨと対戦し、3ラウンドにスラムからパウンドを落として小勝ち。2012年10月6日、インビクタ FC3 でダケル・ペニントンと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2013年4月13日、UFC デビュー戦となったザ・アルティメット・ファイター17フィナーレで、 女子バンタム級ランキング1位のミーシャテイトと対戦。3R にパンチと膝蹴りのラッシュによるレフェリーストップで逆転勝利を収めてファイトオブザナイトを獲得。UFC でファイトオブザナイトを獲得した初めての女子選手となった。試合に勝利したことでザ・アルティメットファイター18のコーチ役と UFC 女子世界バンタム級王者ロンダラウジーへの挑戦権を獲得する。 しかしその後、ジンガノは練習中に膝に大怪我を追い手術を受けて、長期欠場となり、ザ・アルティメット・ファイター18のコーチ役と UFC 女子世界バンタム級王座の挑戦権を、共に、ミーシャテートに譲ることになった。2014年1月13日、夫のマウリシオ・ジンガノが自殺。2014年9月27日、UFC178 で、 女子バンタム級ランキング8位のアマンダ・ヌネスと対戦し、パウンドと肘で TKO 勝ち、デビュー戦から9戦全勝となった。2015年2月28日、UFC184 の UFC 世界女子バンタム級タイトルマッチで王者ロンダ・ラウジーと対戦し、試合開始14秒でストレートアームバーを極められ一本負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2016年7月9日、UFC200 で、女子バンタム級ランキング5位のジュリアナ・ペーニャと対戦し、判定負けを喫した。2018年3月3日、UFC222 で、女子バンタム級ランキング5位のケトレン・ビエラと対戦し、1から2の、判定負け。2018年7月14日、UFC ファイトナイト、ドス、サントス・ビエス、岩ので、 女子バンタム級ランキング7位のマリオン・レノーと対戦し、3から0の判定勝ち。2018年12月29日、女子フェザー級転校初戦となった UFC232 でミーガン・アンダーソンと対戦し、目の負傷で1キコ負け。ジンガノはレフェリーの判断に不服を示し、足の指で目をつくのは反則であり試合結果をノーコンテストに変更すべきとカリフォルニア州。 アスレチックコミッションに提訴するも、コミッションは、ユニファイドルールに定められている反則は、手の指での目付きのみであるとして、提訴を却下した。2019年8月14日、UFC からリリースされたことが発表される。2020年9月11日、ベラトア MMA デビュー戦となった、ベラトア245で、ギャビー・ホロウェイと対戦し、判定勝ちを収めた。 ありがとうございます。